地図、湧永満式年庭園は、広島県秋田方市にある植物園。面積は13万7千平方メートル。庭園は3月下旬から11月中旬の間、午前10時から午後5時まで入園無料で一般公開している。15名以上の団体は、事前の申し込みが必要である。この庭園は、枠長製薬の創設者である、枠長満氏によって企画された。 施行から植栽まで約10年かかり、その間のすべての施行を従業員自身が行った。広島県高田郡高田町の牧場跡地を枠長薬品が所有していた。製薬研究のための原料を提供することに加えて全従業員のための休憩場所にもなっている。庭園内の各所でバイオテクノロジーの研究、製薬会社のニーズにあった。 特定の種類の薬用植物の栽培及び改良のための生きた植物材料の供給源として活用されている。庭園は1993年に一般公開された。庭園を無料で一般公開している社会活動は高い評価を受け、広島事業所の地域環境への取り組みに対し、1995年には、 花の町づくりコンクールで農林水産大臣より最優秀賞を受賞した。翌1998年には緑化推進運動功労賞で最高位の賞を受賞した。日本からの薬用植物及び海外からの薬用植物を栽培している。また、世界中から集めた432種類のバラを栽培している。散歩用の2つの庭園があり、 最初の庭園は平坦で200種類の木と花の群衆を見ることができる。2番目の庭園は円錐型で一連の滝がある。藤の花、春にはあやめ、そして秋にはカエデが見ごろとなる。ありがとうございます。